左上のさ、はいはい、星ついてるやつが今日のデッキみたいな感じなの配信見たけど。そうですよ。あ、そうだよね。第一印象と今の印象聞きたいです、マリ先輩に。第一印象、第一印象、いや特にあるよ。あ、本当ですか。いや、これはこれはそうだな、はい、今からすると、わ、荒れそうだな。え、素直でいいんでしょ。素直でいいですよ。あれそうだな、うん、大成功じゃないですか。うん、あれそうだなっていう感じ。まあ今もう今はみんな慣れたんかな、ちょっと明るい陽キャかな今は。慣れてくれましたね。うん、なんか明るい陽キャって感じだね今から。陽キャではないですけどね、普通ですけどね。うん、え、そうなの、うん、なんかみんな陽キャって言えばなんかサラちゃんのこと聞くけどね。なんか言いたいだけですよ、みんな。結局何をもって陽キャとするのかマジで分からんすよ、だって。あ、そうなの。何をもってなんかやっぱ、うん、髪の毛も明るいからじゃない。ひまわり先輩もじゃないですか。じゃあもうみんな陽キャだ。そう、ひまもたまになんか、うん、陽キャじゃんみたいな言われるけど全然もう髪明るかったらいい。じゃあエビは陽キャっすかね、あれ。あとね、リクス君はもう陽キャの中の陽キャだろうね。嘘でしょうね、きっとね。それ気使ってません。大丈夫ですか。いやいやいや、うん、陽キャだよ、陽キャの先輩みたいな。じゃあ陽キャなんだ。じゃあ逆に言うと夢男さんはあの毒素陰キャってことで合ってますか。毒素陰キャはやめてもらって。最近ね、YouTube でもバンされて大変そうやからね。バンされたんですか夢男さん。え、なんかバンっていうかあの配信をね、なんか歌出してはったやん。あ、出してましたね。そうそうそう、あれに乗ってたから、うん、うちのパパ独創演劇か。 あのひまわり先輩のパパのやしろさんもちなみに黒髪ですけど、あれはあれはオタク。あ、オタク。あれはオタクでいいんだ。ガチオタク。あれはなんかなんだろうね、オタクロールプレイってぐらいそうなのかなって思ってたけど、はい、全然オタク、普通にオタク。もうガチオタク。 3D 配信すごかったですもんね。え、どこが。え、あのゲーム指がすごかった。え、見てないですか。あ、指すごかったよね。そうそうそう、あれオタクにしかできないなと思って。いや、確かにね。いや、確かに。コメント欄いる、いるよ。いや、だって、え、夢男さん、ひまわり先輩が独創いけって言ってました。ひまわり先輩が。いや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 、言ってませんです。やばいっすよ。いや、サラちゃんがもう独創陰キャのやばやばって言ってました。いや、やばやばとは言ってないです。かわいそう、ボボロカス言われてもうて。